最近めちゃくちゃ腹が立ったこと。東京都板橋区ミーアンさんの最近めちゃくちゃ腹が立ったこと。関西から東京に引っ越し、初めて美容院に行き、今日はどんな感じにしましょう。ちょっと毛先が気になるので揃えてほしいんですけど、と関西なまりが出てしまった時、もしかして関西の方ですか。はい。やっぱり関西人ってどこでもねぎるって本当ですか。え、もしかして今豆ちゃん持ってたりします、と面倒な会話を振ってきた挙句、ないんですか。こちらお会計です。はい。あ、ここでねぎるんは堪忍してやと、へったくそな関西弁で言ってきた。東京都八王子市モフーさんの最近めちゃくちゃ腹が立ったこと。はい、どうぞ。バレンタインデーに後輩がチョコレートを配っていた時、はい、最後の一つです、ありがとう。通りかかったおじさんの同僚が、あ、すいません、今買ってきますね。自分だけもらえず機嫌を損ね、いいよ、頬を膨らませ、まるで乙女のようなリアクションをしたかった。ということで、最近めちゃくちゃ腹が立ったこと。